もう最近さ、太ってさ、顔はむくむし、体は重たいし、もう痩せないとやばいよね。サトシさん、こんばんは。はい、カバチさんはどうつ、のんちゃんはどうつ、おはよう。はい、キュウちゃんはどうつ。はい、勇気はどっち？おはよう、みんな。風呂入って、風呂入って、枠開いたよ。ジャックさんはどっち？はい、ミリカちゃんはどっち？はい、ポルポルはどっち？はい、カー君はどっち？ラストシューティングはどっち？おはよう、みんな。台風はもう過ぎたの？台風もう過ぎた？雨降ったの？結局。台風。台風も過ぎたっぽいね。過ぎたか。雨降った。東京はこれから？嘘。これからなの？名古屋は雨風やばい。へえ。天気予報。バンコク忘れていいですね。まだなんだ。今日雨か。今日曇りが多い。今西の方なの？なんだよ、今日企画やろうと思ったんだ。ああ、そうなんだ。行くって言ってたもんね。おい、ベニーさん、お疲れっす。東京は大丈夫なんだ。なんかそうっぽいよね。昨日の夕方あたりに到着するみたいな話だったから、そんな感じなのかなと思ってたけど。なんか俺もそう思う。西野に花火投げたのにブロックされたんだが意味がわからないんですよ。ああ、でも俺、ペニーさんの、
実はコメント読んでたんですよ。石野の枠でペニーさんのコメント、あれブロック入れられてもしょうがないと思いますよ。石野が最も嫌うタイプなんで。あの石野のいじり方って難しいんですよ。石野結構敏感なんで、花火投げてたのを見てたけど、これいつかブロック入れられるなと思ってましたよ僕。まだ石野の扱い方をみんな分かってないんだよね、ふわっちのリスナーさんが。そう、どうやったら石野を面白くするのかっていうね。でも花火投げてたからブロックされないとは限らないですからね。うん、あの防衛戦と普通の人は分かるよ、確かにペニーさんの言いたいこと分かるの、花火投げてんだから愛情持ってるの分かるじゃんっていうことですよね。でも石野康介を舐めたらダメですよ、あいつに常識なんか通用しないですもん。普通は分かるんだよ、そう普通は分かる、ペニーさんの言いたいこと分かるの、花火投げてんだから俺お前のこと好きなんだよ、わざと悪態ついてるんだよっていうニュアンスじゃないですか、普通の人は分かるの。でも石野康介にそんな常識なんか通用しない。石野様だから、帝王って呼ばれてたの。石野の、ニコ生の時のあだ名は帝王って呼ばれてて、石野は帝王だから、サウザーみたいなもんだから常識なんか通用しない、うん、面白いな、相変わらずだね石野ね、分かりづらいよね。でも花火師をブロックするってすげえよな、俺にはあんまり考えらんねえけど、サウザーって呼ばれてた。引かぬこびぬ帰り見ぬ。俺は石野大好きだけどな、あんな男がまだ日本に眠ってたんだっていう感動はあるよ、石野さんすげえっていう。なんかツバニアやっぱ予言通りだったね。ツバニア復活したねやっぱり、うん、絵に描いたように分かりやすかったよね、予言通りだったでしょ。俺あいつが本当に徒歩で日本一周するのは支援しようと思ってたのに、ひどいよ和道さん。あのね、あのこれ便所太郎さんの言葉なんだけど、あのね、支援したら何でも言うこと聞くと思ったら大間違いだよっていう、あのこれ便所さんすごい偉いところで、捨て頃の時にあのリスナーさんに、すごい太いリスナーさんがいたの支援者の中で、で喧嘩が起こった時に、あんた向いてないよリスナーっつって金突き返したからね。妻には復活したよさっき、金を突き返して太い支援者に、あんた放送向いてないから俺の放送二度と見なくていいっつって大金戻したっていうエピソードがあるので、正直痛いよって、ただ俺らは金で振り回されたらダメなんだっていう、配信者は金で振り回されて面白い配信なんか見たことないでしょ、だからダメよ、金で言うこと聞く配信者はまずダメで、何々やるから支援してくださいっていうのも俺はあんまり好きじゃない、俺もたまにやるけど、つまりやんでたね、うん、風船20個ありがとう、あの絶対揉めるんだよ、もう長い経験で分かってんの、お金いくらあげるから何々してくださいは絶対成り立たない、だってその人のこと本当に好きだったらあれお金なんてくれるもん、ふわっちだよ俺が枠開く前、そう思わない、本当に面白いことやってて本当に好きな配信者だったら支援するでしょ、だから普段やってることの対価でお金払うのが一番綺麗だと俺は思ってる、普段お疲れ様って、あの面白い放送ありがとう、暇つぶしになったよっていう意味でチップ投げるっていうのが一番綺麗なんだよ、でラジコンにしようとする人って一定数いるんだよ、あのなんか思い通りに動かそうって、
そうじゃなくて、本当に面白いアドバイスだったら届くんだよ。金払わなくたって。いや、和道の配信こうしたら面白くなると思うよって。あ、確かに。金じゃなくて、親身になって話せば絶対伝わるじゃん。俺、のんちゃんからアドバイス何個も受けてきてるし、的確なリスナーさんは的確にアドバイスできる。あと言っとくけど、俺、石野浩介は徒歩で日本一周なんか絶対しないと思ってるよ。見返りも取れるやつは信用ならねえってことなのか。ていうか、配信者は、それはちょっとよくわかんないけど、その言い方は。見返りを求めるっていうよりも、リスナーさんは面白いところに集まるんだよ、ただ。でしょ？面白かったら見るし、つまらなかったら見ないっていう、ただそれだけなの。和道さんも突き通して。俺、突き通してっていうか結構そうしてるよ。で、本当に俺が考えたことの方が面白いって言うんだったら、その人生主として成功してるわけじゃん。そう思わない？例えば俺の例に対して、どっかの誰かが「ワドこれやったらお前伸びるよ」って言われた時に、じゃあなんでお前伸びてないんだってなるじゃん。じゃあなんでお前生主やんないんだって、俺より面白いことできるんでしょって。でしょ？絶対それあると思うよ。だから程よい距離感でアイテム投げることね。好きな人に投げる、後悔のない人に投げるって。じゃないと、ブロック入れられたりとか、金絡むとめんどくさくなるから。だから、お気持ちで投げてもらうって大事なんだよ。信用ならねえっていうかさ、そもそもがそういう世界じゃん。俺らは自由にやりたくてこっち側に来たわけだから、そう、全然自由じゃないよね。何のためにお前配信者になったのって。サラリーマンみてえだなって思う。上も下もいらないんだよ。配信者とリスナーさんの関係に信頼できるさ、パートナーでいいんだよ。それ以上もそれ以下もいらない。そんな感じかな。なんかもうリスナーさんと配信者の間に上下関係作ったらもう終わりだと思ってるから。あとね、支えてくれる人はね、支えてくれる。なんだかんだ言って離れない。どんなことがあっても離れない。本当に縁があるなら。もう俺それ嫌っていうほど分かってんの。もう大喧嘩したリスナーなんか何人もいるよ。今見てる人の中にも。もう大喧嘩して、もう二度とお前の放送なんか見ないと、俺も二度とてめえとなんか飯食わねえよとか何人もいるよ。そういうさ、リスナーさんのぶつかり合ってきた中で、本気で分からなくて、本気でお互いぶつかり合ってきた中で得た経験だから、もう経験則で分かるのよ。あ、このリスナーとこの生主の関係は成り立たないなとか。あ、これ本当に信頼されてないなとか、逆にここのリスナーは本当に信頼し合ってるなとか、すぐ分かる。ここのリスナー絆深えなみたいな。アンチも離れない、深い仲、悪くない。いや、アンチにとらわれすぎかな、カオスは。アンチって言ってるけど、アンチなんてね、そもそもいないんだよ。無関心だから人を叩けるだけなの。関心がそもそもないだけなの。一番怖いのは無関心だから、俺にとって。本当のアンチは俺の放送を見ないやつよ。それがね、今日ちょっと面白いのが、朝起きた時に、YouTube から見たよ、ワドっていう。あ、またいつものファンレターかと思ったら、俺だけど覚えてるっつって、小学生の頃の、友達からメールが来た。小中学生、の頃の友達からメールが来て、しまっちゃんって、生主やってたのって言って、 YouTube ザッピングしてたらしまっちゃんが出てきて、しまっちゃんに似てるなと思ったらしまっちゃんだったんだよっつって。そう、小学生の同級生から「いや、リスナー大事にしてるし、放送めちゃめちゃ面白かったよ」っつって、で、和道ゼミナール俺ハマってるよって来て、ええー、と思って。ただこれが俺の言ってる関係なんだけど、恥ずいとかじゃなかった、嬉しかったの。だけど俺は「何々くんだよね、ありがとう」って普通長文打つでしょ。俺違うの。スタンプで「了解」って言ったの。俺は本当は打ちたいよ。あの頃懐かしかったね、ありがとうって、見ててくれたんだってやるけど、一線越えちゃダメだっていうの分かってるから、スタンプ1個「了解」って。普通の人、要は普通のリスナーさんと同じ対応やったの。
これなんだよ。これが大事なの。だってリスナーさんとして再会したわけじゃん。なのにその人だけ特別に同級生だからっつってその長文でやったらリスナーさんに対して失礼なんだよ。他の人はみんなスタンプ1個で了解ってやってんだもん。映画見るんで、はいはい、また来てね。うん。今まで知れてなかったのも意外だな。おお、まあまあまあ、ほら同級生っつってもね、いろんな深いでしょ。俺だって送りたいよ。何々とか電話かけてありがとうって言いたいけど、了解しか送らない。そう。なんでかっつったら、俺はいつも言ってるけど、配信で全部失ったし、配信で全部得たんだから。そうそう。今のファンを大事にしないとダメじゃん。今のファンと同じ対応をしないと絶対ダメだと思って。すげえ考えさせられたよ。いや、恥ずかしいはないね、正直。バーガー6個ありがとう。正直ない。なんでかっつったら、親に見られてても、もう腹はくくってるから。うん。どんな配信を見られても恥ずくはない。うん。それくらいの腹はくくってるよ。とっくに。だから本当に恥ずかしいっていうのはないよ。多分それってみんなの感覚なんだよ。自分が周りにバレたらどうしようっていうのは、その自分の生き方とずれたことを配信者がやってるって感覚だからなんだよ。なんかそのネットの中ででかいことを言って、その普通の人には言えないと。俺だからリスナーさん、俺会ったことあるでしょ。会ったことある人何人ぐらいいるかわかんないけど、俺まあ変わらないって言われるもん。オーラはやばいとか、見た目もっとシュッとしてるわとか、かっこいいとは言われるけど、中身は全然変わらないって言われる。マジでこんなやつなんだって言われる。職場の人見に来るけど気にしない。潜られる気持ち悪さはあるけど。あー、やだよね。うん。普通にね、普通にしてくれたらいいのにね。全然でも気持ち悪いとかはないかな、別に。俺は俺の枠に来たら俺のリスナーとして扱うよっていう。うん、それは同級生であれ、親であれ、職場の上司であれ、職場の上司の方に見てもらったこともあるけど、俺全然対応変えないもん。だからリスナーさんが気づかないじゃん。職場の上司だって同級生だって絶対気づかせないから、うん、それがプロでしょ。だってさ、舞台とかさ、演劇やってる時にさ、自分の親が見てるからって親のところに言って、わあお母さんってやらないじゃん。客の一人として対応するじゃん、舞台の演劇中は。そういうもんだと思ってるよ俺。それがプロだと思ってる。だからまあ普通の考え方とちょっと違うよね。どう考えても。お遊戯会じゃねえんだぞっていう。あ、俺ね、そういう時期あったの。で、親友と揉めたことあったの。うん。その、すげえ古い親友が見てて、で、俺もアドバイスとかしちゃってたのが良くなかったんだけど、プライベートで配信のアドバイスとか求めてたんだけど、なんか、なんつうんだろうな、だんだんうざくなっちゃって、その、配信のアドバイスしてくることに関して。そう。だからね、あんまりね、リアルな知り合いからアドバイス求めたりするのよくないよ。うん。それはその人との関係が崩れる。なんかね、その配信のことをね、リアルで言われるとすげえ腹立つんだよ。うん。だから俺らってほら、監視されてるようなもんじゃん。常に、24時間。で、そのここで起こってることって、俺はその何だろう、舞台に立ってるとかさ、カメラが回ってるっていうような意識でやってるわけよ。普通の人はただ家の中でさ、タラタラ流してる感覚でやってるから、そのなんだ、プロ意識って持ってなくてやってるじゃん。でもそのプロ意識を持ってやってるから、なんて言えばいいんだろう、やっぱね、そこをね、疲れたくないっていうのあるんだよ。そうそうそう、後日見てたよとか言われるとイラッとするよね。それはその気持ちはわかるけど、あ、そうなんですか、ありがとうございますぐらいにしといた方がいいよ。うん、ありがとうっつって、うん、だからもうリアルな人間関係ほとんど なくなったもんね。いや、みんな一緒だよ。全員が全員プロ意識持てとは言わないけど、
まあ全員が全員プロ意識持ってっておかしな話だよな。なんかよく説明するのがさ、野球が好きっていうと人口ってめちゃめちゃ多くなるんだよ。例えば野球を観戦する人、リスナーだよね。ふわっちで言うの。で、野球が好きな人っていうと観戦する人、少年野球やってる人、草野球をやってる人、プロを目指してる人、プロの人、プロの中で一流の人、さらにメジャーリーガーとか、もういろんな解説者とか、もういっぱいいるわけじゃん。だけど、俺が話してるのって、野球論じゃなくて、そう、プロとは何なのかな、プロ論を話してるの、配信の。だから、それが全員に当てはまるとは思わない。あくまで。配信が好きな人の中で、草野球やってる人もいれば、少年野球やってる人もいれば、そのね、見る観戦者として楽しいって言ってる人もいるから、それぞれの価値観が違うっていうのはもちろん分かって言ってるよ。夜中にふわっちで一元配信してて、一元配信？バカ4つありがとう。それが一番いいと思う。言いたいことわかる。そこら辺の人と素人の温度差はある。温度差は絶対あるんだよ。ただ俺が何の話をしてるかっていうと、プロに対して草野球のやつがアドバイスしちゃダメでしょっていうのはあるの。わ かる。観戦者とか、草野球とか少年野球とかやってるやつが、一流のプロのやつにアドバイスはしちゃダメだよって話なんだよ。俺、プロはプロだよ。で、そのトップにいるプロかどうかはみんなに任せるけど、それは俺が決めることじゃないから。でも、誰がどう見ても間違いなくプロでやってるわけじゃん。少年野球が口出すなよっていう。そう。おかしいでしょ。クソカスカス、そう言われるとわかるでしょ。有名じゃないかもしれないけど、一般的には有名じゃないかもしれないけど、プロ野球の現役選手に対して、おい、バッティングの角度こっちだぞって言ったらおかしいじゃん。もっと腰入れんだよとか言ったらさ、え？ってなるぞ。それを毎日やられてんだよ、俺。大丈夫かよっていう。だから、俺が石野にアドバイスするならわかるじゃん。同じプロを目指してて、同じリーグに立ってて、で、先輩配信者で実績出してるから、俺が石野に対して言うのわかるでしょ。だけど、後輩が石野よりも実績出してない後輩が石野に何か言ったりとか、すんのは、俺は見てて違うんじゃねえとは思うけどね。ただまあ、石野は観客の扱い方が下手なの。それはわかる。すげえわかりやすいでしょ。例えばさ、漫画家、プロの漫画家で、まあ、売れてないかもしれないけど、単行本出てますと。お前、絵のタッチこうした方がいいよって素人に言われたら、イラッとくると思うよ。じゃあ、お前、書いてみろよって。新聞記者はほら、新聞記者としてプロだから。だから、そういうプロリスだったらわかるの。例えば、ツイッターとかで拡散職人をやってたりとか、それで認められてる人ね。2万人のフォロワーとかいる人いるから、余裕で。そういう人に、今度こういう企画あるんで、とか。でもそういう人は言わないよ。分かってるから。新聞記者ですらないから。なんか、やじ飛ばしてるおっさんだよ。居酒屋で管巻いてるおっさんの声が俺に届いちゃうっていうのが問題なんだよ。近すぎるのね、距離が。まあ、そこがね、配信の醍醐味でもあるんだけど。マサラさん、こんばんは。まあ、不思議な世界だよね。たぬきみんは新聞記者じゃない。違う。あれはフライデーだよ。新聞なんてものじゃない。もっと下劣なもの。 もっと下劣なもの。もう何書いても OK っていう世界。数字が取れるんだったら何書いても OK っていう。足引っ張ろうが叩こうが捏造放送しようが OK っていう世界だから。新聞なんてもう大それたもんだよ。新聞でジャーナリズムだから。ちゃんと裏付け取って少なくともやってるから。そう、フライデーとか、もっと下劣なもの。とてもじゃないけど、新聞なんて言わせないよ。だって、新聞だったら会社とかさ、記者がさ、責任持ってさ、こういう裏付けでっていうの叩かれるわけじゃん、もし間違ってたら、今の世界。いや、ビートたけし乗り込むのはかっこいいよね。自分の女手挙げられたんだよね。俺だけど、ニコ生のさ、超会議にビートたけし出た時、あ、この人本望だなって本当に思ったよ。あ、生主向いてるわって。もし、
現代にビートたけし、若い頃のビートたけしいたとしても勝ってるだろうなっていう。あのね、俺ね、本当にこれ笑うかもしんないけど、10年後、20年後、俺らタレントになってるのも見えるのよ。この世界がなくなるとか食えなくなるっていうレベルじゃなくて、スマートフォンの普及台数とか考えると、テレビにもう力がなくなってるじゃん。で、昔の芸能界って、芸人って生主みたいな存在だったのよ。テレビに出れないし、やったら恥をかくっていう世界で、親家族がみんなね、叩くっていうぐらいの世界だったの、芸人って。で、今芸人ってさ、地位を築いたわけじゃん。もう一流なわけじゃん。だけどね、俺、生主って昔の芸人だと思うよ、本当に。つばやの配信見てたら、どれさんが変態って分かってもう見れません。見ません。遅いよ、あやり。俺はずっと言ってたよ、それ。遅い、気づくの。もう、とっくに見てないよ、俺。もう、だから干されてんだ。もう、俺、予言通りになるよ。だって、つばにゃんがさ、復活する布石だっていうのも当てたでしょ、これで。つばにゃん復活の布石だよって。ドレさん利用されてるだけだよって。で、ドルさんはこれから人気なくなっていくよって。もうビタビタに絶対合うから。この配信はコメントラインが2つある。ある意味すごいわ。コメントライン。俺予想してたよね。俺、ツバニャンが復活するための台本だって言ってたの覚えてる人。ツバニャン絶対復活するよって。で、ドルさんが利用されてるだけだよって。で、ドルさんの台本書いてんのはツバニャンだよって。あんな面白い台本はツバニャンしか書けないって、全部言い当てたの俺だよね。はい、聞いたことある人手挙げ。俺は予想するのめちゃめちゃ定評あるから。よっさんが来る時期も当てたし、ふわっちの伸びも当てたし、いつ頃からこういうタイミングでこうなってこうなって当てるって。つまりはもう復活した。言ってたでしょ。だから、リスナーさんから予想をさせたら、ワドを未来読む力めちゃめちゃある、分析力半端ないってめちゃめちゃ定評あるから。分析力と配信会の流れとかを読むのはめちゃめちゃ得意。言ってたよね。ワドリスナーはね、リテラシー高くないと、俺が言ってること理解できるやつじゃないとね、面白くないの。ツイッターフォロー、ありがとうございます。ツイッターフォローありがとう。爆走は復活したよ。次枠取るかどうか、ハワイの時期がいつからかだね。ハワイの時期が1週間後とかだ、いつなのかによって予想が変わる。はっきり言うよ、もう妻に味しめたから頻繁にやるよ。最初は多分様子見ですみたいな雰囲気出すけど、もうヘビーでやりだすよ。断言するよ。あね、生主に引退なんてないんだよ。この理論もいつも説明してんだけど、なんで引退配信をするやつが絶対戻ってくるかっていうと、芸能界がなんで引退記者会見をやるのか、まずこの構造を理解してないの。芸能界の引退の場合って、タレント個人が辞めるかどうかよりも、スポンサーであったりとか、契約してる事務所であったりとか、取り巻きが多すぎるのよ。だから、引退会見を開いて、全員に対して告知を打たないと、引退ダメなの。で、引退したらなんで復活がしづらいかっていうと、その契約の関係なのね。だけど、俺らってどういう存在かっていうと、個人が勝手に始めたんだよ。個人が勝手に始めて、いつでも好きな時にできるんだよ。で、引退するなんていうのは別に勝手にいなくなればいいだけなの。だけど、引退しますっていう配信をするやつっていうのは自己顕示欲強いやつなんだよ。私いなくなっちゃうけど大丈夫みたいなことをやるわけじゃん。だからそういう自己顕示欲の強いやつ、引退配信をするやつっていうのは絶対戻ってくるの。だから引退配信をするっていうのはもう戻ってくるフラグなのね、まず。時期はいつかは別として。で、引退配信をしなりでやめてってやつはみんな本当にやめてるよね。もうやんないかと思ってたでしょ。甘いよ。だったらドレさんの放送なんか出ないよ。そう思うだろ。出るメリットないんだから。本当に嫌いになったら出ないよ。わかりやすいでしょ。絶対やりますってことだから。ちょっ
ちょっと減らったんで待っててくださいって意味だから、あれ引退配信っつうのは。だから芸能界だと勘違いしてるバカが多すぎるんだよ、配信者は。芸能界でも何でもねえんだから。やめたけやめればいいんだ誰も止めない。やめたけやめればいい。引退詐欺する人、いや引退配信をやるやつは絶対戻ってくるってことね。ふわっちでやってたよ。引退配信をするイコール引退はしないってことね。だって見たことある、引退配信をやって引退したやつ見たことある。俺ないよ、全員引退してないよ。まあ本人は それ自覚なくやってるんだけどね。本人は無意識にやってるんだけど、芸能人みたいですもんね、配信者さんは。だからそこが違うんだって。俺らはプロダクションに所属してない、フリーでやってんの。大体戻ってくるでしょ。フリーでやるっていうことはそういうことなんだよ。何年かかっても復活するよ。なんでかっていうと、俺もそれをやってるからね。引退するっつって引退してないから、そこをちゃんと分析してんの。あー、復活2回目なんだ。復活しても驚かないっつうか、予言通りって感じだよね。ほらなって、ほら言っただろうって。ちょっと俺よりも予想遅かったけどね。俺はもっと早くやると思ってたから、なんか時期がおかしいとは思ってるけど。はい、プップク帝国筆さんいらっしゃい。引退の時はどんな気持ちだった？うん、だからツバニアンがさっき言ってたんだけど、死にたくなる気持ちもあったって言ってたの本音だと思う。俺もあった。もう本当に自殺しようかなっていうぐらい追い込まれる時はあるのよ。だツバニアンが言ってんの本当だよ。うん。もう生きてる価値ねえわとか思ってる、本気でやってるやつほどそう思うよね。やっぱり。それさ、閲覧10人とかのやつらがさ、別に引退しますって減らってもう死のうとかはないと思うよ。本気でやってないから。ただ俺らってさ、爆走否定はしてないじゃん。俺の言葉の中で。あいつはすげえ力持ってんだよ。で、本気でやってんだよ。配信を。だから、減らってやめたくなるっていうのはわかると思うよ。特にあいつはその、過剰にやるタイプだから、ツバニアンは。その、ファンサービスが良すぎるっていうか、そのセックス配信までやるような配信者だ。それって体張るタイプなのね。で、叩かれるタイプだから、減らるっていうのはよくわかる。なんでその面白くなるように頑張ってるのに理解されないんだろうって。まあそれはまだ成長してないと俺は思ってるけど、やり方が下手っていうか。競馬の予想、競馬をやったこと一回もないね。うん、でも俺はもし競馬を本気でやるんだったら馬主のところ行くね。馬主につながる。で、なんでかっていうと JRA の商談やったことあるんだけど、あの人たちってもう事前予想で分かってるらしいのよ。馬の走りとか。やっぱバカじゃないから、もう事前に決まってんだって。3日前とか2日前に、あ、もうこの馬絶対勝つな、みたいなのあるらしいよ。うん。だから馬主のところ行って、その情報を手に入れるのが一番早いと思ってる。その、現場で馬の状態見てとかは、やっぱりその、
なんつうんだろう、プロが見た方が早いわけじゃん。ずっと馬を調教してる人だから。俺らはさ、やっぱ調教とかに携わってないから、そこまで見る目、心眼持ってる人って少ないと思うので、心眼を持ってる人だったらそれで当てられるんだろうけど、やっぱり馬主の情報手に入れた方が俺は早いと思うね。ただ狂わせはあるらしいよ、番狂わせはあるって言ってた。ただもうこの馬が絶対勝つわっていうのは分かる時は分かるって、もうとんでもない馬が出てくる時あるんだって、まあ俺がね、馬に興味ねえかんな。いや、あのね、当てたら面白くないんだよ。 FX 生の人もそうなんだけど、あの関慎吾がすごいうまいこと言ってて、 FX 配信って FX やめた瞬間人が集まらなくなるでしょって。でもあの俺は FX に頼らなくても人集まるんだよっていうこと言ってて、でそれは FX 配信者は FX に頼ってるっていう自覚がないと。だから競馬配信も競馬を見てるんじゃなくて、競馬を予想してる俺を見る構造だから、結局ね、あの、なんつうんだろう、競馬コンテンツに偏るっていうのはね、人気出ないんだよ。競輪もいろいろしがらみがある、だからその競馬をやる俺っていうコンテンツだったら見せ方は変えるけどね。馬主なんてなれねえよ。馬主って馬買うとき1000万ぐらいかかって年間何百万も飛んでくんだよ。あやりん、すげえ金かかんだよ馬主って。買うだけじゃダメなの。年間の餌代とか調教料とか、もう本当に金持ちじゃないとできないの。だから俺のライブハウスのオーナーだった人が北島三郎さんと馬をシェアしてたんだけど、すごい大変だったって言ってたよ。あ、馬主がっていうよりもね、ごめんね、あの調教師ね、俺が言ってんのは。あの JRA とくっついて仲良くなると全然教えてくれるよ。馬主がっていうよりも調教師、 JRA の職員とかと仲良くなるの、つながってると全然教えてくれるよ。馬主は儲かるっていうわけじゃないらしい。当たったら儲かるけど、もともと馬主になるような人って金持ちだから、あの夢を買ってるっていうか、スポンサーで本当にスポーツを応援してる感覚だよ。全然儲かるか儲かんないか分かんないし、むしろ出費がでかいから、だから取り返せるかどうかな、だしそもそも馬主になるような人は大金持ち。よろず屋さん、おはようございます。めちゃめちゃ金かかるよ、特にその種馬。年収4000万で馬一本の趣味で行くって感じじゃない、その本当にいい馬だったら。その JR、 あのなんだっけ、なんか一番トップのなんとか賞とかに出るような馬はね、そうそう、馬主はだからもう名誉なんだよ、それになるだけで。俺馬主やってますって言うだけでステータスの、あのそれは本当に金かかるから。だって従業員何人つくのよ、一つの馬で。種付け料が儲かるらしい。一番儲かるのはだから、その取るじゃん賞で、その馬の種がすごい高く売れるんだって、血統に変わるんだって。でもその多分なんだけど、その俺本当に競馬知らないよ、聞いた話だから間違ってたらごめんね、それ踏まえてなんだけど、多分ね、その J1 っていうんだっけ、わかんないけど、トップ取るような馬の本当に伝説の馬って全部血統ね一緒だよ。どこどこの1位取ってた馬の孫の代とか覚醒遺伝とかだと思うよ。競馬情報だよね、エレノアさん合ってるよね、俺が言ってんのね。馬主に聞くっていうか、その JRA で働いてる人とか調教してる人に聞くのが一番いいよね。俺が言ってんの本当でしょ、エレノアさん。もう中で通だよね、今年この馬勝つわとか、あ、この走りやばい、このレース勝つわって。本当だよね、俺が言ってんの。競馬ブラッドスポーツですかね。ブラッドスポーツってなんだろう。レノアさんが業界の人だったら俺が言ってんの嘘じゃないの分かるはずだよ。ただそれでも、俺は競馬でその儲けようっていうのないけどね。俺が一番興味があるのルーレットなんだよ、カジノの。元ジョッキー用事の、あー、和道さんで会ってます。だよね。みんな知ってる、知ってるし、あの、レース出す馬主とかも知ってるよね、みんな。勝てるか勝てないか。たまにバンクルワースがある。血統が全てと、あと、その、あのね、例えば俺、水戸のみほトレーディングセンターっていう、茨城のところ行ってたんだけど、そこ良くないって言われてんの。
で、なんでかっていうと水が悪いとか、その要はさ、あのどういう、なんつうの、俺用語、専門用語は分かんないけど、どういうトレーニングができるかとか、どういう餌を与えられるかがほぼ全てじゃん、血統の次は。だからその強いレース、なんつうの、飼育ができるエリアとかがあるんだよ。サブちゃん100億ぐらい入ってくるんですか。100億、何の話。競馬も多角的に見ると面白い。俺がいつも言ってるのはだから俯瞰してみろってことよ。だから競馬場の中でしかやってないとかもられるのよ。だけど業界ぐらいに俯瞰してみると、どこに穴があるか、情報が落ちてるかが分かるようになる。だから経営者はみんなそうなんだよ。俯瞰してみるの。自分の会社を一歩外から見て、見れないと経営うまくいかないんだよ。あ、血統、血筋スポーツってことか。ブラッドスポーツって。俺がなんでルーレットに興味あるかっていうと、あれ確率論だから数学じゃん。で、あのルーレットを60マスあるのかな、60マスある中に0と00があるじゃん。だから30分の1削れるんだけど、確率論で言うと赤か黒かっていう確率で言ったら2分の1なわけだよ。でその中に細かい数で0に入っちゃうことがあるんだけど、赤が3回続く確率と黒が3回続く確率って1分に1回回すとすると20分に1回起こるのよ。で赤って続いた後に反転する確率って90何パーなの、あの88パーだか90パーに近い確率で出るの。で今度黒っていった場合の赤に反転する場合っていう確率って、その単純計算だよ、あの80何パー出るの。だからそれを待ってるだけだよそれを待って、絶対に割れない、要はその元本割れしないようにベッドで張っていけば倍になっていくわけじゃん。だから俺ルーレットで勝つ自信はあるんだよね。ただそれやってると多分怒られると思うけどね。だから細かく1枚ベッドで適当に張ってて、333、あの赤とか黒って張ってる確率、俺はそれは結構勝率高いと思ってる。で4連チャンした場合っていうのは倍のベッドを張ればいいわけじゃん。より確率が高くなるわけだから逆張り。だからそのベッドが割れないように計算しながら、だいたい6分の1ぐらいを大張りすればいいんだよ。自分の手持ちの6分の1で次来た時っていうのは逆に張る確率、要はその10分の1ぐらいの確率で出ちゃったと、赤が4出ちゃったら今度3分の1かけると、そしたら絶対取り戻せるっていう理論。だ手持ちの金額とのバランスだと思ってるのね、ゲームうまいやつっていうのは。だブラックジャックとかもカウントとかあるじゃん、数字覚えちゃうっていう。ルーレットとかカードリーディングとかどっちが勝つ。カードリーディングは技術じゃん、そのブラックジャックとかの、要はカードを読んでいくっていう、あれ絶対勝てる方法だから。カードリーディングはだってあの見つかったらだってボコボコにされるでしょ。でもね、もっと世の中って複雑にできてて、あのルーレットのその日本の闇のルーレットで、あのカジノを経営しててそのディーラーだった人に話聞いたんだけど、あのルーレットってパーって球を回すじゃん、でベッド張り始めるじゃん、でカランカランカランって鐘を鳴らすとベッド張っちゃいけませんよっていう風になるんだよ。でプロのディーラーってどうやってやるかっていうと、あのどんなにすごい人でも球をピンポイントに入れることはできないんだって、その人曰く。どんな凄腕のやつでもピンポイントは絶対無理なんだって。ただその人が言ってたのは、4つマスぐらいならコントロールできるんだって。4つマスずつぐらいだったら入れられるんだって。でそのプロのディーラーは何をやるかっていうと、球が回転してるところにケツに金を振ると音波でずらせるんだって、2個3個で。こっちからこう球が来るときにこっち側に音をカーンって振ると2個ずらせるんだって、ケツに。だから本当に知ってる人は、あの プロで本当に張ってる人、ルーレット張ってる人はそれをやった瞬間手ガシって掴まれるって、でボッコボコにされるって、おいっつって、もう二度とやんなよって。すごくない？そういう世界なんだよ。その鐘の音で、その普通はカランカランってやるんだけど、ちょっとたまにカランカランって打つだけで変えられるんだって、球の軌道を。すごいよね。
同じ色が4回続いたら次いろいろ次違う色かけろっていうよね。俺は4回だと確率が来る可能性が低いのよ。3回だと20分に1回来るの。だから俺は時間計算してどういう効率で儲けようかって自分なりに考えた時に、3連続だと20分に1回来るから、要は1時間で3回チャンスがあると。そうすると手持ちのお金増やしやすいっていう理論で、もし 4が続いちゃった場合っていうのは逆張りでさらに別途を張るっていう理論を自分で作ったの。すごいよね、うん、その人はなんでそのカジノディーラー辞めちゃったかっていうと、本当にさらわれちゃって数千万1日で勝つこともできるようになって、で6000万ぐらい買って、でトランクに詰めて車で帰ろうとした瞬間ヤクザにさらわれちゃって、負けた人に、でもう拳銃ここに突きつけられながらこうやって、で富士の樹海で穴掘らされたんだって。いや墓穴を掘るだよね、本当に泣きながらもうずっと自分の埋まる穴を掘らされてて、もう拳銃ここだって、もう超怖かったっつってたよ。もうそれでこの世界ダメだってなったらしい。もう本当にそのなんつうんだろう、儲かるけどダメだって。だからその時は教わったの、儲かるのはダメだよって。儲かるのなんか世の中いくらでもあると、ただ儲かりゃいいって話じゃないんだっていう話をされて、だからそのちゃんとした仕事っていうか、その人に恨まれない仕事とか真っ当な仕事で稼ぐっていうのは大事なんだっていう。ヤクザが監視してたっていうか、その日本の裏カジノだから、お客さんヤクザとかさ、そういう人たちなのよ。そのうん千万かけるとか、いやブラックマネーでしょ全部。だからそれはさらわれるよね。だってその手持ちのいくらなのかっていうのと、ディーラーがいくら稼いでるのかとか知ってるわけじゃん。だから昔で言う賭場でしょ。それはすごい貴重な話聞けたよね。もう二度と足を踏み入れないって決めたらしいよ、その世界には。でどう逃げた？いやスコップで思いっきりぶん殴って、もう撃たれながら逃げたって。だから足に一発撃たれた後なんだよね。すごかったらしいよ本当に。もうバンバン撃たれながら待てーっつって富士の樹海突っ込んでったんだって。でしばらく海外に逃げて、だからなんつうんだろう、何でも詳しいからじゃないのよ。変わった経験をしてる人の本当のなんつうの、変わった人コレクターで、そうもう明らかに雰囲気が違うのよ。佇まいがもう修羅場くぐってる人って、みんなわかると思うんだけど、本当に修羅場くぐってるやつって男は顔でわかるの。だから俺アンテナの張り方すごいでしょ。だからクソカスカオスに聞きたいことがいっぱいあるっつってんのよ。あ、これは普通じゃないってわかんの。普通の生き方してない、堅気な生き方してるかどうか。でやっぱその人の話とかすごいんだよ。例えばね、みんな漫画とか小説って想像で書いてると思ってる人が多いの。でも覚えといて、事実は小説よりきなりって言葉があって、漫画家の想像力なんかたかが知れてんのよ。そうじゃなくて、優秀な漫画家って取材をちゃんとやってんの。だから面白い元ネタを拾ってくるのが得意なの彼らは。その上で創作をするのよ。頭にナタ置かれたことを思い出す。やっぱくぐってるんだろうね修羅場。そうやばいやつは雰囲気が違うし、やっぱね、視線を超える人ってね、雰囲気が違うんだよね、佇まいが。本当にやばいやつっていうのはオーラでわかるね。でもその人に話したよ。好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやりたいって言ったら笑ってたよ。いいよって言ってすげえ笑顔で、いいね、和道くん絶対叶えてよって言われた。いいねっていう。
例えばなんだけど、そのみんながさ絶対に会うこともしないような人を経営者とかとお話聞かせてもらってんのよ。個人資産200億、だ日本の財界のトップにいるような人たちなのね。だホリエモンの先輩の先輩とか、うん、孫さんの先輩の人とかお話聞かせてもらったことあるんだけど、まあぶっ飛んでるよ。まあぶっ飛んでるだし、その3人で作った会社で5年以内に35億儲けた人も知り合いにいるのよ。まあすごいのよ、そういう人って。本当にすごい人を見ちゃったから、なんかその小金持ちとかとはレベルが違うのよ、本当に。なんか1億当てたとかさ、1億稼いだらすごいじゃん、友達の中で。だけど本当に日本を動かしてるような人たちと会っちゃうと、そんなのすげえいかに小さいかがわかるんだよ。そうだから、その休憩、はいはい、うん、だからね、そういう人たちの話ってすごいよ。で共通してるのがね、運だよねっていう話が出てくるの、仲良くなると。あの経営論とか理論とかじゃないんだよって、この世の中って運でできてるんだよっていう話につながってくんだよ。でその運って何なのかっていう話なんだよね。運とは何なのか、その持ってるか持ってないか。で運っていうのは不確定要素として日本人は捉えすぎだと。中国人とか運を上げるために必死になってやってるじゃん、運気を上げるっていうこと。だから風水とか発達していくわけでしょ。もっと日本人は運の研究をした方がいいよってよく言ってた。あーそうだよね、うん、あの修羅場だよね本当に、うん、だから金持ち喧嘩しないっていう理由、金持ってると喧嘩しないと思ってる人多いでしょ。金を持ってるから心が豊かになるって捉え方だと思うけど、全然意味が違うのね。金持ちがなんで喧嘩しないかっていう、得が一つもないからなんだよ。自分が損をするっていうことを分かってるからなのね。だからそういう、なんつうんだろう、お金が回ってくる法則みたいなものを掴んでるから、その金回りがいい。運を持ってないでしょ。実はね、その笑顔とかね、そういうことなんだよ。運って運気を上げるって、そう、笑顔だとなんだか分かんない、科学的に証明しづらいじゃん。だけどそのみんな金持ちって笑ってる人が多いんだよ。ニコ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 運気を上げるんだよね、うん、で運気の悪い人ってやっぱ暗い顔してるんだよね。声の張りがない、あと生命力ってよく言ってたんだけど、運の強いやつって声がでかいっていう風に言ってる。喋るときに声がでかいの、異常に。でなんでかっていうと、喋りは生命力だから、声って生命力だから、ボソ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 喋る人って少ないんだよ。で それとは違うタイプの、なんかその金持ちが増えてきたっていう話をしてて、はい、風船3個ありがとう。それと違うタイプが出てきたっていうのがまさにインターネットなんだよ。それは何かっていうと、トレーダー、あとプログラマー、トレーダーとかプログラマーのタイプって、そういう普通の商売、人と人とのビジネスでしか稼げなかったのに、個人で奥つかめるようになったから、内気なやつが多いっていうふうに言われてる。阿藤さん、うん、ありがとう。俺はね、運弱い方なの、実は。お前は運がないなってよく言われてた。ただ運気は変わるからって。お前40代で運気良くなるよってみんなに言われる。で、金に困らないだろうねって。正直言うと、大成するタイプっていうよりも、個人で花開くタイプだからってずっとアドバイスもらってた。お前は理解者を作ること。和道は理解者を作れって。で、お前みたいなタイプっていうのは、でっかいことをやるっていうよりも、その個人でその遊んでるタイプなんだって言われて、だから遊びを追求しろっていうのはよくアドバイスもらってたよ、うん、その自分に合ってる稼ぎ方で、億万長者には誰でもなれるって言われた。その合ってる仕事さえ選べば。ただみんな努力努力って言うけど、貧乏人ほど努力努力って言うけど、努力はやめろって言われて、
金持ちになる人とか成功する人ほど環境選びを大事にしてる。正しい努力よりも正しい選択を選べって言われてる。それはもう子供の頃から教わってきた。だから間違ったフィールドでどんなに努力しても結果って出ないんだっていう。だからまずフィールド選びとか仲間選びとかそういう選択理論っていうのがあって、選択をしっかりやっていけばぶっちゃけた話努力すらいらないんだっていう。見極め、目利き、 YouTube もやって頑張ってる。俺はスタッフさんがやってくれてんだよ。 YouTube は全部俺一切手加えてないの。俺いじってないの。お金が入ってくるだけなのあれで、スタッフさんがずっと無料でやってくれてたのね。要は俺の動画をアップロードしてくれんの。だからこれ伸びる動画だなって判断をしたら、スタッフさんにこういう風に編集してくださいってメール投げたりしてる。で、2ヶ月前にようやくその給料じゃないけどコミッションを払えるようになったの。 YouTube の売り上げ上がってきたから。だから一緒に頑張りましょうって言ってる。俺も配信で頑張って収入上げてくんで、 YouTube の収入上がっていったらもちろんコミッション増やしていくんで。だからそう、タッグ組んでやってんだよあれ。だからチーム和道なのあれは。で、音楽は音楽でレクチとそういう話してるのよ。そのレクチがいかにその音楽業界でどうやっていったら稼げるようになるのか、売れていくのかっていうのとかも全部伝えてるし、周りにいる人たちが稼げないってことは俺が稼げないってことだ。だから俺億万長者になるってことは100万稼いでる、月収100万の仲間がいっぱいいないといけないのよ。あ、そうだね。そのマジでプロプロっていうのにこだわってやってんの俺とか香川さんとかのりゆきさんとかじゃん。多分見えてるんだと思うよ。そのインターネットの未来っていうのがどうなるのかを分かってるからだと思う。一生食いっぱぐれはないと思ってるから俺。一回その取っちゃえば、一回知名度取っちゃえば一生食いっぱぐれのない世界だと思ってる。ただそれだけだったらつまんないじゃん。うん。食っていくだけだったらつまんないから。だからもっともっと、その規模をでかくしていって、大きいことやりたいとは思ってるけどね。身の丈に合ったことで。はい。1時間、放送を経ちましたので、ご支援をお願いします。2分間アイテム流すので、皆さん気持ちでアイテム投げてください。よろしくお願いします。では音楽スタートです。最近ちょっとね、売り上げ少ないんで、皆さん、よろしくお願いします。ちょっとピンチです。月収100万狙ってるんで、今月。よろしくお願いします。ありがとう、サトシさん、花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ご覧の番組は、アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。サトシさんありがとうございます。いやありがたいですよ。ありがとうございます。本当にどうなんだろうね、和道リスナーが景気悪いのかな今。まあみんなで頑張ろうぜ、稼ごうぜ。
新参ですが、ああぜひぜひ来てよ、遊びに来て、うん、ありがとう、一緒に楽しもう。ウェルカムですよ。あー、原付免許取りたいよね。ジャイロキャノピー欲しいんだよね。原付欲しいなと思ってて。原付あったらね、都内どこでも移動できるからさ、いいよね。バイクは欲しい。免許はね、1万円ぐらいで取れるしね。え、サトシさんハーレー乗ってるんだ。いいな。ジャイロが便利かなと思って。なんかあんま人と被ってるバイク好きじゃないから、雨風しのげるって結構そうなんだよね。駐車場なんだよね。そう、車庫のね、手続きしないといけないから。のんちゃんの家に登録させてくんない？ でっかい敷地があるでしょ。原付楽しいんだよね。15年か、ハーレーいいっすよね。男の夢だよな、ハーレーは。飯何こう。最近さ、もう飯食いすぎてほっぺたパンパンになってるし、体むくんでるしさ、体調悪くなって、運動しないともいけないし、飯食うのも抑えないとな。こっそり置いておく？じゃあね、一回その検査さえ通ったら俺の家の前止めておけばいいと思ってんの。要は買う時にその車庫の登録をしないといけないの。食いすぎなんだよね、最近。飯を。古くても金かかりますよね。あれはハーレーとかアメリカの車ってもう自分で直すようなもんだからな。ガレージの中で。なんか、六角レンチ持ってね、ハーレー直してるおっさんとかかっこいいもんね。なんかバイクとかさ、自分のマシンを自分で手入れする人は好きだな。すげえかっこいい。もう朝4時かよ。おい、おはよう、コクリ。
まあでも古いのはいいじゃないですか。ハーレーって昔のやつ、なんかギアがこの辺にありませんでしたっけ？要はカブみたいにクラッチとなんか違う古いやつありますよね。バイク車庫証明いらなかったっけ？原付って。原付って車庫証明いらなかったっけ？いらないっけ？そうだっけ？昔やった記憶があるけどな。いらないんだ。じゃあいいね。原付欲しいね。車だけなんだ。ありがとう、国林。モンキーとかも買いたいけどさ、モンキーって怖いんだよね。なんか、4輪だけか。ありがとう。じゃあ、全然、ジャイロでも買ってもいいね。ただいじれるバイクがいいなとか思ってて。いじれるバイク欲しい。ジャイロって中古でいくら？ジャイロキャノピーっていくらくらいなんだろう。ジャイロキャノピー中古。マジでこれ。1万8000円で売ってんだけど。嘘でしょ？黒いジャイロキャノピーが、嘘でしょ？本当に言ってんの？これ。ジョッキーシフトって言うんだ。そう。なんか、見たことがあって。ちょっと待って。ジャイロキャノピーポン付きアルミホイール。1万、これ本当かな？これ本当？これ本当かな？これ今さ、見つけたんだけど、このジャイロキャノピーさ、1万8000、これ本当かな？これめっちゃ欲しいんだけど、こんな安いの？タイヤだけとかじゃなくて？これ安くない？これめっちゃ欲しい。本当かな？これ本当かな？すげえ不安なんだけど。すげえ良くない？これ。欲しいわ。予算みたいなやつ。それホイールだけかな？ホイールだけ？マジでいける？でも5400円とかで売ってるよ。ピザーラのやつも、じゃあこれプラモデルだ。これプラモデルだ。ジャイロ欲しいの。全然いけるんだ。まあ確かに9万とか10万で売ってるね。壊れた？俺のハーレー乗りましょう。こんなに。水冷180ってなんだろう、これ。住んでる人がいた？住んでる人？おお、すごいね。やば。家にしちゃったんだ。アホだな、こいつ。アホだね。住んじゃったよ。でもこういうことやりたいよね。
これはすごいな。住んじゃったよ。これくらいやりたいね。これくらい。アホだな。20万あればいける。まあまあそれくらいでいけるますよね。多分新品だと50万ぐらいするから高くて買えないけど、中古で全然いいよね。だからよっさんがなんか買ってすぐぶっ壊れて修理出したり高かったっていう話だよね。そうかな。運動もしたいしな。そうだ、ごめんなさい、今日ですね皆さん、僕あの高尾さんの残念なお知らせがありまして、あの高尾駅から歩けと高尾駅からあの僕の家まで歩けっていうね、あのリスナーさんからね、あの埼玉の大宮と高尾駅どっちがいいって聞いたら高尾駅からの方がいいということで、今日僕あの歩きます高尾駅から歩きますんで、もしリア突したい人とかいたらね、よろしくお願いします。高尾駅ってどれくらいなんだろう。いやーもうきついよ。高尾駅から朝5時か、もうすぐ始発出るな。めんどくせー、めんどくせえマジで。中央線をひたすら歩くんで、八王子らへん高尾駅ってだよね。高尾とか地元だけど寝てる。あ、そうなの。これから前は急ぐでしょ。高尾から八王子に向かって、八王子、豊田、え違うか、中央線ってどれだ。中央線これか、八王子でしょ。で次どこ行くんだ。中央本線、豊田、日野、立川、立川の次が国立、国分寺、武蔵小金井、小金井、武蔵、えなんだこれ、三浦、吉祥寺、三浦、吉祥寺、西荻、めんどくせえマジで。やだな、やりたくねえな。三鷹、吉祥寺、西荻窪、荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺、高円寺まで行ったらもう楽だな。中野、東中野、大久保、新宿か。夜やるべき？夜やるべきかな。夜やった方がいい。まだ雨降ってんだ。夜やる？じゃあ。まだ雨降ってる。じゃあ夜やる？いや、リア突のこと考えたら昼間の方がいいのかと思ってたけど。何時からやる？国立か。よしさんありがとう。何時からやろう。遠いな。高尾さん遠いな。おい
いや、マジかよ。夜の方がいい？朝ゴール？夜スタート朝ゴール？何時間ぐらいかかるんだろう、これ。一応、Google の、Google の予想だと8時間と書いてあったんだけど、俺20キロの荷物背負うんだよ。20キロの荷物背負って休憩を考えると、多分ね、15時間ぐらいかかると思うんだよね。いやー、やりますか。高尾山。高尾山ってちなみに一番上までどれくらいかかるんだろう。高尾山って登るの大変？これから何かすんの？いや、ツイッターアンケートで決まった企画で、高尾駅から新宿の自宅まで帰るっていう企画。結構距離あるぜ。高尾から。結構遠いぜ、これ。高尾山電波ないんだ。でもなんかねるさんが高尾山登る配信やったって聞いたけどな。夜の方がいい？じゃあ夜やるか。夜リア凸あるかな？夜リア凸あると思う？なくね？あるかな？リフト乗れるんだ。30何キロだっけ？高尾駅から西新宿5丁目なん。ポタポタだった。ちょっと調べてみるわ。待って。いや、ダイエットですよ、ダイエット。今自宅、どの道、中央線を通ろうかなと思ってるね。自宅から高尾駅。高尾駅。37キロって書いてあるね。山手線よりきついんだけど、37キロ。マジかよ。なあ。37キロだよ。37キロ。で、歩きだと、もう、あれで休憩なしで8時間18分。リア凸考えたら今ですかね。アヤリン、どこら辺に住んでんの？アヤリン、どこら辺に住んでんの？ 8 時間13分、ひたすらまっすぐ。きついわ。多分15時間ぐらいかかるかな。やばいよ、この距離は。この距離はやばい。37キロ、まっすぐ。ひたすらまっすぐ。ちなみに金額で言うと730円でいけるかね。凸してよ。猫さんどこら辺住んでんの？甲州街道というか線路沿い歩こうかなと思ってたけど。凸して猫さん、全然。なんかルートがあるの？甲州街道まっすぐとか。のんちゃんに教えてもらいたいな。のんちゃん西東京だもんね、住んでんの。何時頃からやろう。今日は汗だくだろうね。雨が上がるの何時からの？線路沿い道ないんだ。まあ、後で教えてよ、のんちゃん。歩いてるとき。降水確率40%。
天気予報よくわかんないな、これ。これから降る感じか。夕方から減ってくのかな。今ここっていうのがよくわかんないんだよ。マチルダいらっしゃい。おい、マティアス、こんにちは。何時からやるべきかな。明日の方がいいのかな。明日降水確率 10% って書いてある。じゃあ夜中からやればいいのか。夜中の降水確率50、40。降水確率が減るのいつだ。おはよう、ホズダさん。今ここっていう機能はどういう機能なの。今ここって使ったことないんだよね。今ここじゃ出てこないよ。うん、リアトツの日、日程決まりました。リアトツの日っていうのは特にないよ。あの、俺が外配信やってる時はいつでもリアトツやっていいよっていうルール。自分の住み具合でしょ、居場所を教えるモードに道を教えやすい。いや、今から歩こうかなって言って、出ようかなって言ったら台風が来てるんだって。雨降ってなくない？どうなの？天気は。雨降ったらもうオワコンだよ。絶対無理だよ。今日どうなの？天気。降水確率。ずっと 50% か。今ここもうないんだ。どうしようかな。いや、予定を今決めてる感じ。マチルダさん、ちなみにマチルダさん、どこ方面に住んでる方ですか。どこ方面に住んでるの。今回あの高尾からあのあれになったんですよ。マチルダさん、高尾からあの新宿5丁目まで歩くっていう配信になりました。ツイッターのアンケートの結果ね。新宿なの。じゃあね、いつでもできますね。あ、そうなんだ、マチルダさん。ちなみに僕、西新宿5丁目ですよ。おはよう、ブイブイさん。あ、じゃあすぐじゃん。近所だ。いつやろうかな。今日ダメなの。今日ダメ、曇ってんな。今日はやめようか。今ここありがとう。今ここマップとは GPS。 これは別につけないかな。なんかめんどくさいし、電波取られそうな気がするから、やめとくよ。別に聞かれたらすぐ答えればいいじゃん、住所。やめとく。国道20号まっすぐならわかる。あ、なんでもいいよ。家に帰れれば。よくわかんないし、電波がギリギリだから、俺の場合。やめとくよ。明日以降にする。なんか7日に台風来るって言ってたんだけど。てかさ、俺の映像カクカクする？みんな、なんかパソコンで俺の放送を見るとカクカクなんだけど、映像カクカク？なんかおかしくない？動きがどう？みんな、俺今その自分の放送モニターしてるんだけど、カクカクじゃない？どう？カクカクしてるよね。あの、音声とかさ、映像不具合出たらすぐ教えて。ちょいカクカクだよね。じゃあ一回設定し直します。一回あの、カクカク撮ろうと思うんで。なんだこれ。
なんでこんなカクカクしてんだ。カクカクだよね。だよね。あれ治った？治った？治ったな。なんでだ。なんなんだろう。あれまたカクカクし始めた。ちょっとよくわかんねえな。ちょっと一回放送直してくるんですぐ戻ります。じゃあ皆さんお疲れ様です。お疲れ。細送りになってるよね。ちょっと一回設定し直してきます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。